お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。で、今日はですね、私、楽しみに来てして、おりましたけれども、というのも国会議員の秘書をですね、もう約2年経ちますけれどもね、2年ほど前までやっておりまして、この山武郡市という地域なんですけれどもね、横芝光町ですとかね、山武市とか芝山町とか、ここも担当していたエリアなので、とても親近感のある地域です。で、ちょっとですね、地元の話ということも少し入れたいと思うんですけれども、山武郡市のですね、人口の推移というのをちょっと見てみたいと思うんですけど、ここですね、横芝光町でいうと2015年ですね、ちょっと小さいと思うんで言葉で説明しますけど、2万3700人ぐらいですよ、2015年ね。で、30年後どうなるかっていうと、1万5000人ぐらいですね。2万3000人から、1万5000人ぐらいに減ってしまうと。お隣山武市はですね、5万2000人2015年、30年後、2万8000人になるというのね、もう半分近くなってしまう、そういう地域もあるということで、本当にこの地域で働いていてですね、人口減少が一番の問題だ、間違いないと思っておりましたけれども、特に人口だけではなくて僕が心配しているのは少子化なんですね。少子化、はい、少子化ということで、0歳から14歳の人口がどうなるかという、これも予測なんですけど、ここ横芝光町、2500人ぐらいですね、0歳から14歳、2500人ぐらい2015年時点でね、いますよと。で、30年後、2045はですね、1200人になると、そういう予測です。半分ですね。で、半分ならまだね、いい方なんですよ。山武市でいうと、5200人いるね、子供、0歳から14歳、それがなんとですよ、1700人ですよ、30年後、ね、半分以下どころじゃない、ないですね、3分の1ぐらいになってしまうと。なかなか実はですね、ただ政治の現場でこれがメインとして取り上げられているかというと、僕はそう感じなくてですね、じゃあ自分なりに何かしたいなという思いで、もう国会議員の秘書をやりながらですね、 YouTube チャンネルを立ち上げて、当時はいろいろ海外のですね、あるいは国内の人口にまつわる話、少子化対策の話などをね、いろいろ取り上げる YouTube 発信というのをやっておりました。これは3年ぐらい前ですね。で、そんな中でね、僕は個人的には嬉しいんですけれども、この岸田総理がですね、これ日テレニュースの YouTube の動画でありましたけれども、異次元の少子化対策ということで、これ皆さんね、岸田総理が異次元の少子化対策と言ったことはご存知という方は多いんでしょうかね。そうでもないですかね、そうでもないですかね、はい。少子化対策、今年はものすごい頑張ろうということで、岸田総理がね、異次元の少子化対策ということで表明をされた、そんな中で今年ね、スタートしたんですけれども、児童手当など強化、例えば、ね、お子さんがいる家庭に、ね、手厚くお金を配るというようなことかなと思うんですけれども、それから、子育て家庭向けサービスということでね、学童とか、病児とか、子どもを預けやすい環境にすることとかですね、あと働き方改革ということで、男性の、ね、育児休暇とか、女性の雇用とか、そういったものを推進していこうというようなことで、岸田総理はね、ようやく政府が本気になったと思っていただける、ね、構造を実現するということで、気になる言葉ではあるんですけどね、ようやく政府が本気になったということでね、今まで何だったんだろうと思ってしまうところもあるんですが、今日これは本題ではないので、基本的には僕はね、その異次元の少子化対策ということで、少子化対策にスポットライトを当てて頑張るぞという姿勢はね、応援したいとは思ってます。ちょっと内容の良し悪しは置いておいてですけれども、ただね、僕少子化にまずね、関心があるということをお伝えしたんですが、地方創生なりね、地域良くするために少子化対策ものすごい大事なんですけども、それをね、発信してきた僕ですらね、今はね、それよりも大きな問題があるということを今日お伝えしたいんですね。はい。少子化対策も超重要ですよ。超重要だと僕思ってますよ。YouTube チャンネル作ったぐらいね、思ってるんですけど、今はもっと大変なことが起きてます。それはもう異次元の死者激増ですよ。異次元ですからね、皆さんね。だからもう一刻も早く原因究明をしてくださいというような
僕は日々発信をしてるんですけど、それを皆さんと今日ね、もう改めてとなるかもしれませんけど、シェアしたいと思います。はい、まず、まあ、目次としてはね、大きく分けて3つの項目になります。まず死者激増が異常であるということをね、皆さんと一緒にね、去年のですね、もう2022年の死者激増が、異常であるということを一緒に共有まずしたい。そして原因が何かということをね、一緒に考えて、最後にじゃあ、どうやって僕たちが動いていったらいいのか、原因究明に向けて何ができるのか、そんな流れでいきたいと思います。はい、まず異常な死者激増が起きています。はい、これは厚生労働省が出している、これ公式のグラフなんですけれども、はい、死亡者数のですね、死亡数のグラフです。で、赤がもう去年になりましたね、2022年ですね、赤が去年で、その前2021が青なんですけれども、はい、僕はまあこのグラフ見慣れてるから、もうなんじゃこりゃというね、グラフであることがすぐ分かるんですけれども、まずね、2月ですね、2月のこの開きがもう超異常ですね。それが続いた3月もこんなに開いてる、まあ、こんなにとね言っても初めての方分からないと思うんですけど、後で説明します。で、4月5月6月7月あたりは、前年青をね、まあ、グラフ上は若干上回るぐらいできて、また8月と8月開いてね、9月開いて10月開いて、まあ、10月まで今厚生労働省が発表してます死者数をね、まあ、だから2、3、8、9、10がね、すごい前年と比べて死者が増えたという月なんですけれども、はい、まあ、これグラフがね、特徴的なのは2、3、8、9、10が、数字でいうと前年の同じ月でね、まあ、これはセオリーなんですね。死者数が今月多いのか少ないのか見るときに、前年の同じ月と比べましょうというのがね、セオリーなんですけど、こういうね、縦で比べたときに2月3月8月9月10月が、ね、1万人以上前年より、ね、増えているということで、まあ、異常だということになるんですけれども、はい、数字で具体的に見ると、2月ですね、2022年2月は前年の2月と比べて、1万9000人以上増えました。3月は、ね、1万6000人ぐらい増えましてね、8月1万7000人、9月1万1000人、10月1万1000人ということでね、これが異常だということをね、ご認識していただきたいんでね、もうちょっと細かくお話ししたいと思うんですけども、はい、今ざっとですね、前年の同月比で1万人増えました、そういう数字を並べましたけど、この、まあ、軽く言ってしまいましたけど、この前年の同じ月と比べて1万人増える、これがもうね、異常なことなんですよ。それが5ヶ月も起きているということなんですけども、まず異常だということに気づいてほしいんですね。2010年以降で僕調べてみました。2010年以降で、前年の同じ月と死者数を比べたときに、じゃあ1万人をね超えた月ってあったんだろうか、何回ぐらいあったんだろうかと調べたら2回出てきましたね、まあ、2回だけでしたよ。2012年の2月、ね、1万2000人ぐらい、2011年の2月と比べてですね増えていたと。あと2021年5月ですね、最近ですね、この年もまあギリギリね1万人超える、そういう月が2回ありました。ただですね、2012年2月はね、まあ、形上は1万人超えて見えますけれども、僕に言わせるとね、まあ9000人ぐらいなんですよ実質。なんでか分かる方いらっしゃいますかね。これ1万人超えてるように見えるけれども、これは違うんですよ。9000人とかね、そんなもんなんですね。答えは2回のみなんですけれども、はい、より、その中で1回はですね、はい、ウルー年なんですね。2012の2月って29日まであったんですよ。で、28日にねこれ換算すると、8700人ぐらいの増加にとどまるということで、だから実質的にはね1万人増えてないんですよ。2011の2月から28日だったから、29日の2012年と比べたらね、それ増えるのは当たり前でしょうって話なんでね、はい、ただ実質1回だけなんですけど、その1回もねこう、まあ、ある意味やっとこそねギリギリ1万人を超えたという月が1回だけあったと。はい、改めてこれ見てください。今年異常ですよね。では、まあ、去年と比べましただけじゃなくて、戦後ですね、戦後という単位で調べてみました。これは年単位でいきますね。
前年の死者数とその年の死者数を比べたときにどれだけ増えてるかっていう数字を出しました。前年と死者数を比べたときに70年以上ありますよね、戦後ですからね。その中で、最も増えた月をですねピックアップしてみました。10番目までね入れてみましたら、まあ3万人前年と比べて増えましたっていうことになってくると、もうね、上位10年に入ってくるわけですけれども、まあ目立つのはやっぱりね、2011年ですね、東日本大震災があった時が2番目にねランクインしてまして、5万6000人ですね増えていたんですね、2010年と比べて。で1番が、2021年ですよ、ね、最近ですね。で2020年と比べて6万7000人増えて、これがダントツのトップになったんですね、一昨年が。はい、で今年ですよ、今日2021年がテーマじゃないですかね、2022年ですから。2022年はまだ10月までしか発表してないんですけれども、2021年の10月までと2022年の10月まで比べると、もう、ね、11月12月残してるのに9万3000人増えてると、そういう状況なんですね。今までのトップが6万7000人で結構ダントツで抜けてトップになったんですよ。そしてポイントが、あの2022年は比較対象が2021年なんですよ、ね、今までダントツでトップになった、もともとベースがね上がっちゃってる2021年が比較対象なのに、そっからまた、ね、10万人近く増えてしまってるという、ね、あの10月にしてですよ、11月12月、まあ、間違いなくね10万人超えちゃいますよね。こんなことなかったんですよ。はい、ちょっと数字ばっかり申し上げてきてね、ちょっと小難しかった方もいらっしゃるかもしれないんで、ビジュアルで分かるようにグラフでお示ししたいと思います。はい、まあ、これ例年のグラフということで出させてもらいましたけど、もうこの年は2018年が、ね、赤ですね、これ厚生労働省の公式の、ね、グラフですよ。前年2017年が青ということで、どうでしょう皆さんね、もう大体同じ動きしてますよね。まあ、そういうもんなんですよ、人間ってやっぱり気候、ね、気温に、ね、生死が左右されてるわけですよ。寒い時期1月に多くて6月に向けて下がっていって、また12月に向けて上がっていくっていうのね。で前年青を大体なぞるような形でね、で高齢化してるからだと思うんですけどね、ちょっとね前年より上回る月もあるよと、まあ、そんな感じなんですね。はい、で次の年ね、どうか、こちらが2019年ですね、こんな感じ、なぞってますよね、なぞってますよね、大体同じ動きですよね。はい、次の年、はい、2020年が赤なんで、これはコロナ元年です。コロナ元年はねパンデミック元年ですけれども、実はね赤が前年の青よりね、まあ、下回ったんですね、最終的に。はい、死者が減ったというね月に、珍しい月になりました。そして、2021年、今のところ戦後最大の死者の増加の年ですね、2022を抜かしたら、はい、まあ、見て分かる通り結構開いてますね、今までと比べると青と赤がね結構開いてますね、まあ、4月あたりぐらいからでしょうか、はい、ね、4月から9月ぐらいまでね結構開いてると。そして、もうねお見せしてますけど、こちら異常ですよね、もうこれだけで十分だと僕は思うんですけどね、異常だということ、なかなか伝わらないですねこれはね。では東日本大震災の時、このグラフがねどういうグラフになってるかっていうのを僕出したいと思って、これ厚生労働省が2011年は作ってなかったんですね、このグラフ自分で作ってみました。あの大震災でもね、こんな感じです、ね、3月ここですよ、3月ここ、ね、3、4、5あたりが影響があったと思うんですけど、強く、ね、東日本大震災をね大したことないと言いたいわけじゃないんですけれども、本当にね大変なことはどっちでしょうかと。ちなみにこれこれ6万人でね揃えていますね、はい、ただ死者の規模がもうね、こっちの時少なかったんで8万から14万と10万から16万ということでね、このメモリーの6万人の高さに揃えております。はい、というわけでね、死者激増が起きているというのは間違いないことというのをねまず理解していただけたらね嬉しいなと思います。
はい、では当然ね、じゃあなんでこんなに死者が増えてんだって話に、ね、なってくるわけですけども、でこれちょっと、ね、簡単に説明しちゃいますけれども、国の公式資料から分かることは今何かというと、厚生労働省が人口動態統計月報という統計を出します。でそれによると今年の7月までは、年代、死者の年代とかあるいは、死因、こういったものが分かるんですね。じゃあ亡くなってる方はね、どの年代かというと、もう明らかに80代以上でしたね、はい、80代あるいは90代、そしてね100歳以上、そういったね超高齢者がかなり増えていました。でこれね、超高齢者が亡くなるのは当たり前じゃないかってね思われるとあれなんで説明しておくと、それは今増えたと申し上げたのは前年ももちろん超高齢者は亡くなってるわけですよ、たくさんね、うん、それにも増して異常に増えていたのが2022年なんですね。2021年と比べてね。でよく言われるのが、死者が増えてるっていうと、団塊の世代が平均寿命に近くなってきたからね増えてるんじゃないですかと、ね、人口が多い団塊の世代が、まあ、死にやすい年代に入ってきたからじゃないかって言われるんですけど、それは明確に違って、まあね、見ていただければ分かるんですけど、70代はそれほど増えてないです。とにかく増えてるのは80代90代100歳以上、まあ、超高齢者が亡くなりやすくなってる。そして死因は何かっていうこともね分かるんですけども、明らかにね増えてるのはもう老衰なんですね。老衰がものすごい増えてます。はい、で循環器系です、あとね心臓周りね、心疾患とか心不全、あと一応入れておきます、コロナという死因も増えてはいます。はい、ただねこれ見てじゃあね、減少は分かるんですけどね、超高齢者が老衰とかね心臓周りあるいはコロナとかで亡くなってる、だけれどもね、じゃあなんでそんなことが起きてるのか、まあコロナはね亡くなってるというのはまあ原因にはなるんでしょうけれども、うん、まあそれよりも気になるのは老衰とか循環器系です、僕はね、分かんないということで、より深くね見ていきたいと思うんですけれども、はい、原因は何かということで、はい、諸説あるんですね、これはね、みんなが理解してね納得してる、納得できるものない、まあ、これが不気味ですよね、共有のものがない。はい、で、よく、まあ、メディアとかで出てくる理由というのをピックアップしました。まず高齢化ですね、日本全体高齢化が進んでるから年々死者は増えるのは当然でしょうという、そういった考えはあります。でさっき僕は指定した通りね、団塊の世代が寿命を迎えた、ね、まあ、これは違うと先ほど申し上げましたけど、あるいは運動不足という、ね、説ですね、コロナですね、コロナの影響で外出を自粛するようになってね生活習慣が変わったから、まあ、主にお年寄りが、ね、体を動かさなくなってね運動不足になって体が弱くなって亡くなる、そういったケースがあるんじゃないかと、あるいは、ね、まあ、新型コロナ、これがよく一番言われますね、新型コロナの影響、そしてそれに伴う、ね、医療逼迫ですね、コロナに、ね、病院が対応を、ね、重視しすぎてしまってね、うん、他の例えば救急患者を、ね、見られる余裕がなくなってしまった、そういう医療逼迫によって起きている、あるいは、ね、コロナで、ね、医療従事者も陽性になってしまって、あるいは濃厚接触者になってしまって、医療体制が、ね、維持できない状況になってしまった、だから医療逼迫で亡くなっている人が増えている、まあ、そういった説があるです、ね、まあ、これはセットみたいなもんですかね、コロナによる影響が強いと。で、まあ、一つ一つ見ていきたいところなんですけど、時間も限られているんでね、まずおかしいのは高齢化とか運動不足っていうのは、じゃあね特徴ありましたね、特徴がありました、2月3月8月9月10月だけね高齢化したんですかってね、その時だけ運動不足になって亡くなりやすいっておかしいじゃないですかね。まあ、まずねもっと細かく否定はできるんですけどね、まあ、高齢化とか運動不足というのは辻褄が合わないと、この独特の動きをね説明できないわけですよ、ね、だから2、3、8、9、10が多いというのが、ね、ポイントなので、はい、2つは消えましたと。じゃ新型コロナ関係でどうかっていうと、まあ、これはですね、まあ、一理あるとね僕は思うんですけれども、なぜかっていうと、これは NHK が出している、日本国内のコロナ陽性者の死者数の、グラフです。2020年から、まあ、現在に至るまでですね。で、ここが2022年ですね。今日のテーマのね、ここですね。で、見ていくと、2月3月は第6波だったんで、ここですよ、皆さんね。コロナの死者数でしょ、これね。波が来てますね。2月3月。はい。それから8、9もですね。第7波です。ここです、はい。だから死者が増えていた時期、コロナも流行っていた。コロナの死者も
多かったから、これはコロナが原因でね、死者がものすごい増えてる、まあ、そういう説があるわけですけれども、ただですね、これが死者激増がコロナが原因だという説にはね、ちょっと僕は疑問が出てくるんですね。上半期1月から6月まで上半期同士を比べました。ちょっと下半期は2022年の下半期まだデータが揃ってないんで、上半期同士で調べましたら、全死因が 47,630 人増えたんですね。死者が増えたんです。単純に死者が前期だけでね、上半期だけで 47,000 人、2022と2021で増えましたと、はい、じゃあ新型コロナで、2021と2022のね、どれだけ死者が増えたのかって見ると、2824人ですよね。これをね、皆さんね、これをコロナが原因とね説明するの無理がありますよね。確かに波は一致するんですよ。波は一致するんだけれども、少ないわけですよね。あとですね、ちょっと今日は省略しましたけれども、大体日本って年間で平均すると2万人ぐらい死者がね、どん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 増えていくんですよ。高齢化が主に原因、年間で2万人ぐらいだんだん増えていくっていう、そういう年間の死者数のね規模なんですけど、じゃあ上半期の話ですから、じゃあ高齢化でね1万人ぐらいいなくなっているとしましょう、はい、そうするとね、こっからねこの2つを引いていくわけですよ、はい、まあ、3万人以上ですね、3万5000人ぐらいなぜ亡くなったのか分かんない人がいると、これが問題なんですよ、ね、だからコロナでは説明できないですけど、あとね、こう言っても、ただじゃあね、コロナで亡くなってるとされてる方は実はね、もっと多いんじゃないかってね、そういうことをおっしゃる方もいらっしゃってね、まあ難しいなと思うんですけれども、ただね、まあこれもそれもおかしいという話なんですが、これは令和2年の6月に厚生労働省が各都道府県とか、ね、保健所に、はい、通知を出しています。はい、コロナにかかった方が、ね、亡くなった時の連絡方法についてって感じですね、はい、まあ、大きく出しちゃいますね、はい、もうこれはね、陽性ならコロナ死にしてくださいよっていうことが書かれているんですよ。もうパンデミックなんでね、もう可能な範囲で速やかに死亡者数を、ね、把握しましょうと、コロナで、ね、コロナの陽性者が、ね、死亡した時はここに書いてありますね、厳密な死因問いませんって、いいんですよ、もうコロナで、PCR 陽性であれば、ね、コロナ死としてで、都道府県で公表してくださいということをね、厚生労働省に報告してねって、コロナで亡くなった人としてね、コロナの陽性であれば厳密な死因問いませんと、だから陽性ならコロナ死というのはね、令和2年ですね、2020年ですね、2020年ですね、2020年、6月にこういうのが出てると。だからまあこういうニュースがね、ちょっと音が出るかな。10代1人を含む8人の死亡が確認されました。10代の男性は事故で死亡しましたが、死亡後の検査で感染が判明しました。ワクチンは接種していませんでした。東京都が公表するデータで10代の死亡が確認されるのは初めてです。はい、これは実際ねテレビで流れててね、びっくりするんですけれども、はい、ちょっとまとめると、10代がね、事故で亡くなったということですね。まあその大変ね、気の毒な事件でしたけれども、で死後ね、コロナの検査をしたら陽性だったということです。で報道は、10代初のコロナ死ですってね報道するんですよ。でさらに言ってましたね、ワクチンは接種していませんでした。ワクチン接種してたら事故防げたんですかね。なんか交通事故でね、シートベルトをしてませんでしたっていうなったら分かるんですけど、これ言いますかね。で多分ね、流して聞いてる方はね、やっぱワクチン打たないとね、コロナで亡くなっちゃうぐらいのね、ちゃんと見なければ思っちゃうと思うんですよ。これのね、本当に危ない報道だなと思います。はい、まあ、琉球新報という沖縄の新聞でも、例えば、コロナになった、ね、男性が、ね、ホテルで療養中に転落死をしてしまったそうなんですね、はい、それもコロナ死ですというふうに、ね、発表しているという事例、陽性ならコロナ死なんですね。これ去年の、読売新聞
の記事ですけど、これ神奈川県で、ね、新型コロナで亡くなったとされる方がね、実際は何で亡くなったかっていうそういう円グラフ出しました。312人ですね、神奈川県で、1月2月ですね、去年の1月2月、うん、亡くなってたんだけども、コロナでは 53% でございますと。だから半分ぐらいですね、コロナ陽性者の死亡って発表してるんですけど、実際の直接の死因がコロナっていうのは 53% ぐらいじゃないかというね、神奈川県の見立てで、コロナ以外のね、老衰とか心不全なのがね3割ぐらい入っていて、判断できないが 15% ということでね、うん、半分ぐらいということですね、発表ので、半分ぐらいというのが結構ね、各自治体出してるんですよ、はい。これ大阪府はね、どうやって出してるかというと、ちょっと大きくしますと、今年のね第7波の時期、1290人亡くなっている中で、直接死因が新型コロナ関連が683でね、50% ちょっとなんですよ、半分ぐらいかなと、コロナで亡くなったとされている方がね、実際に直接コロナが死因というのは半分ぐらいかなと。鹿児島県もね、年末出してました、はい。これは9月から11月ですね、去年のね、131人鹿児島県で亡くなってたんですね、コロナで。そういう発表したんですけど、実際は73人で 55.8% がコロナ、ね、それ以外の死因が58人ということで、どうもですね、僕らが普段聞いているコロナで死亡のっていう中で、本当にコロナが死因っていうのはね、半分ぐらいじゃないかなというのはね、なんとなくここから想像できるんですけれども、まあ、それにですね、ちょっと待ったというようなね、政治家の方もいらっしゃって、そんなもんじゃないと、はい、こちらですね、愛知県の大村知事はですね、8月にこういう記者会見でね、こういうことをおっしゃってました。というわけで、少なくともですね、ゼロかどうかは別として、コロナで亡くなっている方が、実際にコロナで亡くなっている人っていうのはね、発表よりもかなり少ないんではないかっていうところはね、見えてくるわけですけど、そんな中でですね、はい、例えば去年の2月ですね、日々発表されるコロナ死というのはね、厚生労働省、ね、毎日毎日発表する数字があるんですけど、これ2月の1日から28まで足すと4897人になるんですね。でその後ですよ、その後5ヶ月遅れて、いわば精査された状態で、また厚生労働省が人口動態統計月報ということでね、どの死因で何人亡くなりました、ね、癌で何人亡くなりました、交通事故で何人亡くなりました、そういうものを出すんですが、じゃあね、一体これはね、どう変化するかですね。5ヶ月間、ね、5ヶ月ありましたから精査されてるわけですね、まあ、おそらくね、さっきの流れからね、まあ、半分ぐらいになるんだろうかって、ね、想像もできるかもしれませんけど、こちらなんですね、増えちゃうんですよ、増えるんですよ皆さんね、いろいろこうね、他の要因で亡くなっている方も含めて発表しているはずの数字なのに、5ヶ月後精査したらね、もっといましたというね、まあ、これどう思うかはね、人それぞれですけどね、僕は信じられないなと、ね、なってくるんですけどね、本当にコロナでそんな亡くなっているのと、はい、そういうわけで本当にコロナ死というのはね、分からないわけなんですけれどもね、だからこそね、もっと死んでいる人いるっていうね、説を主張する方もね、いるんですが、そんな中で、ね、今死因分析をしているわけですね、死者激増の、ね、原因がコロナなのか何なのか、もうコロナじゃないと僕は、ね、断言できますよ。なんでかというと10月です、10月もう節目となる月が、ね、誕生したんですね、はい、ここですね、2022年の10月、ね、増えましたね、青、前年と比べてね、1万1000人ぐらい増えてます、かなりの増加ですよ。でこの月は、はい、さっきも出たコロナの陽性者数の死亡ですけどね、10月どこかっていうとここですね、はい、ここちょうどですね、コロナの死亡者が少ない第7波とね、第8波の谷に位置するのが10月にね、10月はコロナが流行っていないですね、なのに死者が増えてると、はい、数字で見てみますと、去年の10月、失礼しましたね、おととしですね、2021年の10月がね、12万人ぐらい全国で全体の死者がね、いたんですけど、去年の10月は13万1000人ですからね、まあ、1万1000人ぐらい、かなり増えている中で、で、厚生労働省の、ね、オープンデータによると、そうですね、2021年の10月のコロナの死亡が619で、
そして2022年の10月1800ということでね、まあその前年よりは増えているんですけども、うん、1200人ぐらいは増えているんですが、はい、全体で増えたのがもう1万1000人増えてるのにね、うん、まあこの数字もね僕は疑わしいと思ってはいますけれどもね、額面通り受け取ったとして、うん、説明できませんよね。1割ぐらいしかコロナでね、100歩譲ってこれがね本当にコロナで亡くなって死亡が増えたとしてもね、1割に過ぎないんだから、もうこの10月だけでコロナが死者激増のね原因ではないということが言えるのではないかと思います。で、僕は突き止めたいと思っているのは原因なんですよ。だからコロナで死亡が増えてるっていうのもね一つの要因だと思うんですね。それは要因だと思うんですよ。運動不足も要因としてあると思いますよ。医療逼迫も要因としてあると思うんですよ。でもそれでは説明できないものすごい死者激増が起きていて、何かがあるんですよ。何かがあるんですよ。だって説明できないんですもん。で、コロナで説明できないというのをちょっとまとめると、2月3月8月9月は、ね、コロナの波とね死者激増の波が一致はするんです。同じ時期にね死者激増が起きてコロナの波も、ね、一致するんですが、ただそこでもやっぱりコロナ死が、ね、死者激増を説明できるだけのボリュームはまずないんですね、とてもね。まあ、それは9月までの状況だったんですよ。だからコロナで死者が増えてると、ね、主張したい方はねここにすがってたわけですね。波が一致するからね、うん、きっと死者激増の原因はコロナだって。でも10月はもう波も一致してないし、そもそも、ね、コロナ死で説明できる以上のね、うん、10倍ぐらいの死者激増になってるんだから、もう説明できませんよねということになってきたんですね。というわけで、まあ、いよいよですね、あの別の原因あるはずだということで、何なのかという話になってくるんですけど、はい、僕は、ね、どういうアプローチを取ったかというと、ここですね、まあ、2月3月がまずね死者激増とんでもないことがまず起きましたので、まあ、ここを調べてみようと思ったんですね。この2月と3月をね、なんでこんなにまず増えたんだろう、ここを調べるというアプローチで、これ月単位でね、普通ねこの表だと見るしかないんですよ。2月増えてるねと、3月増えてるねと、2月と3月増えてるねというこの2つのポイントしか見れないんですけど、僕はもっと細かく見るために、じゃあ1週間単位で見てみようという、そういうアプローチを取ってみたんですね。はい、そうしたらこれは、去年ですね、2022年の去年の1月から4月までの4ヶ月間のグラフなんですけれども、はい、青い線が、去年、青い線が2022年と前年2021年の同じ週をですね、比べたときに死者がね、ここはプラスマイナスゼロのラインです。はい、でここで言えばね、2月の第1週同士をね2022と2021で比べたんですね。はい、だから、まあ、ここに点が打てますね。2000人ぐらい増えてましたって感じですね。で、次の1週、2月の第2週同士をね、比べました。そうしたら、まあ、3000人ぐらい増えてましたって、1週間ごとの点を打っていくんですね。はい。そうすると、なんと、山になってるということにね、気づくんですよ。こう2月と3月増えてますねだけだと、2つのポイントしか見ませんね。ただ、1週間ごとにもっと細かく見てったら、山なんですね。2月と3月月ごと見たら、じゃあ1週間単位で見てもね、こう、平らになってるかもしれないじゃないですか、細かく見ないとね。山なんですよ、これは最大のポイント。山、2月の下旬ですね、ここはね。これは2月から3月までの2ヶ月、ちょっと色塗ってありますけど、はい、2月の終わり、3月の頭にピークが来ている。で、まあ僕はねこれでああと思うわけですね。なんでかっていうと、これは、デジタル庁が出しているワクチン接種数の、1日あたりの、はい、グラフがね、あ、2021年の、うん、これは4月ぐらいからかな、ずっとですね、接種が始まってからのグラフですね。で、これ1回目2回目のピークが、2021年にありました。一昨年ですね、もうね。で、ここですね、3回目接種のね、この山が2月3月に来てたんですよ。はい、ちょうど同じようにね、ピンク色にしました。2月3月2022年、ちょうど3回目接種がね盛んに行われてね、なんか山になってるなと見えますよね。というわけで、じゃあさっきのこのグラフに、うん、3回目の接種の回数、これも1週間ごとに出せますんで、
じゃあドッキングしてみようと思って作ったら、まあ、こんなグラフができました。はい、これ誰がやってもね同じになるんですよ。僕数字打って、グラフにしただけなんで、はい、これ YouTube でね僕の感想を言うと消されちゃうから、できれば YouTube で流せるようにしたいんでね、まあ見ての通りです皆さんね、はい、3回目の接種が赤い棒ですね。1週間ごとに棒グラフになってます。さっき説明した通り青が死亡者のね、増減のグラフ、こういうグラフができました。これは大発見だと思いましたんで、もうこれ YouTube のねサムネイルですけどね、もうこの動画は削除されるかもしれないから日本人全員、ね、消される前に見てください。もう今年起きた事実ですよということで、かなり煽ってですね見てほしいと思ったんで、ね、今10万回再生、ね、以上してされておりますけれども、まあ、そうするといろいろご意見がねありましていただきまして、これですね、なんか一致しすぎて怪しいねと、藤井さんなんか怪しいねと、なんでそんなに一致するんですかと。確かにまあそれもそうだなと思うんですよ僕もね。でアプローチを変えてみたんですね。これは3回目接種が赤い棒なんですが、これは全年代です。子供も大人もね、おじいちゃんもおばあちゃんもこの赤い棒の中に入ってるんですけど、でさっき申し上げた通り死者が増えてるのは高齢者ですよね。超高齢者なので、じゃあこの赤い棒グラフも高齢者限定にしてみようと思ったんですね。で、グラフを直すと、はい、3回目接種赤い棒グラフを高齢者に絞ったものにしたら、で青い折れ線グラフはさっきと変わりません。どうなるかというとこうなりました。まあ、人によってはねこっちの方が何かねしっくりくるという方もいらっしゃるのかもしれません。赤のね高齢者の3回目接種の棒グラフがね、この死亡のピークより2週間前に来てますね、はい、で、接種回数が落ちていって、遅れる形で、ね、この折れ線グラフも加工していると、はい、今非常にね YouTube 向けにね気をつけながら話してますね、はい、うん、はい、組んでいただければと思います、はい、多分今まで、うん、消されない範囲で済んでると思います、はい、で皆さんどう思いますかと、ね、まあこれはね僕も分かんないですよ、これ因果関係は分かんないですよ、ただグラフを作ってねこうなりましたということなので、これ因果関係は分かんないんですけど、ではですねここでじゃあ国はねどういう発表してるのというのを見ていきたいと思うんですね、はい、ワクチンな接種後の死亡って考えてもいいですね、はい、ワクチンと死亡っていうのはねどんなふうに国はね発表しているのか、はい、これがややこしくていろんな数字があるんですね。皆さんご存知なのはまずこちらだと思うんですけど、ワクチン接種後のですね、死亡ということでね、まあ、副反応疑いということで、まあ、基本的には医師の方がですね、この方は、ね、ワクチンで亡くなった可能性があるんじゃないかということで、最終的に厚生労働省まで、ね、報告が上がっている方が、1922人いらっしゃるということですね。これ、12月16日に厚生労働省ワクチンコールセンターに僕ね電話して聞いた数字でございます。はい、まあ、メーカーごとの、ね、内訳はこんな感じになっています。ただこれ因果関係を認められたものはねゼロなんですね、はい、まあ、ほとんど因果関係不明ですね。ほとんどというかね因果関係認められませんってね決定されているものが少しあって、うん、もうほぼほぼ、はい、因果関係認められたものはないんですよ。ほぼほぼというかねゼロですね。だから河野太郎大臣はね、まあ、これ持ち出して、まあ、こういう数字あるけれども、ね、因果関係認められたものはないですよというようなことでしたよね。ゼロかのようにね、まだね、主張を国も政治家もしているという状況ですね。あとまた別の制度で、予防接種健康被害救済制度というものがあります。それによるとワクチン接種後の死亡として救済認定された方がね15名いらっしゃいます。で認定されるとね国から死亡一時金ということでね4000万ちょっとですね支払いがされるわけですけども、15名今いらっしゃいます。ただこれもこれがね理解に苦しむんですが、ただしね15名救済認定を受けたんだけれども厳密な因果関係を認めたわけではないと、こういう立て付けなんですね。厳密な因果関係までは分からないんだけれども、でも
救済しますよということになった方が15名いるということでね、はい、難しいですねこれね、理解がね、うん、例えばじゃあ15人の中にはね、どういった方がいるかというと、一例紹介しますと、26歳の女性が基礎疾患なしという状況下で、2021年3月19日に、ね、接種しました。4日後ですね、3月23日死亡されてます。で、救済認定ね、結局最近受けることになったんですが、で、死因は、小脳出血、くも膜下出血ということでね、掲載がありました。で、15人のリストを僕もね、まとめて作ってるんですけれども、死因がですね、5名15人中5名がくも膜下出血となっております。はい、ここまで事実ですね。ただでもね、厳密な因果関係を認めるものではないということだから、うん、理解にここはね苦しむんですけど、あとここのね、日付のメッセージが僕はあると思ってて、この方ね、3月に接種してますけど、一般の接種というのがこのあと4月の12日から始まるんですね。一般接種、高齢者の接種の前に、あの、医療従事者が打っていましたので、この方はまあ医療従事者でね、まあ、福岡の方だっていうふうにね、あの、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、つまりね、一般接種始まる前に、そう、女性がね、基礎疾患なしの方がもう亡くなってるんですよ。で、これ報道もね、一部されたと思うんですけれども、それがあの去年の12月だったと思うんですけどね、うん、先月ですね、もう認定されたんですよね。その時は因果関係不明ということでね、乗り切っていて、まあ、今も因果関係不明って立て付けなんですけど、その時僕らがこれ知ってたらね、3月の時点で認定されるような事例だって知っていたらね、この一般接種もね、また変わったかもしれないなと僕はね思うんですけどね、接種を控える人がね増えたとかね。はい、さらにこの15名をちょっと深掘りしていくと、これね、自分で調べないと分かんないんですよ。基本的には厚生労働省はこの15名がいつ亡くなったのかは公表してません。公表していないんですけれども、この15名をさっきの1900人ぐらいのリストと照らし合わせると、ね、年齢と死因から見えてくるんですね。死亡日とか、うん、何回目の接種なのかとかね、ロット番号はないとか、そういうのを僕まとめてるんですけれども、そうすると15人中14人がですね、2021年6月以前の死亡ということがね、分かりました。で、お一人だけちょっとあの分かんない方がいるんですね。その1900名以上のリストの中にね、15名の中でね、見つかんない人が一人いるんでね、多分ね、こういう傾向があるからね、残りの一人もね、6月以前に亡くなっている可能性高いんじゃないかなと思ってるんですけど、それがどういう意味かっていうと、皆さんね、これさっきも出しましたけども、デジタル庁のワクチン接種のね、1日ごとのグラフですけどね、これ1回目2回目の波が来て、で、3回目接種ですね、4回目接種、5回目接種ということで今続いてますけれども、この14名ですね、分かってるの、そう、ここですからね、これまだね、ピーク迎える前で14名今の時点で認定されてるんですよ。はい、で、これは14名で終わりってわけじゃないですからね、今後もここのね、6月以前から認定される人がね、出るかもしれません。で、考えてほしいんですけど、ここの面積で14人ですから、ね、この面積でどれだけの方が認定されるんだろう、因果関係は分かんないとしてもね、すごい数になりそうだなと思いますね。この山の中でもね、出るでしょう。4回目の山でも出るでしょう。ね、5回目の山。この山を何回も何回も作っちゃっていいんでしょうかね。またたくさん認定される方がね、因果関係不明だとしてもね、出るんじゃないかなって、そう推測はできますよね。それからまた別の死亡数、実はね、今日会場に来ている方からね、これ去年の1月8日、今日ですね、教えてもらった情報で、本当に YouTube とかでもね、ネット上でもこの発信しているのね、本当僕ぐらいしかいないという情報なんですけど、教えていただいたんですよ、1年前。